もたちはミューズ学習が大好きです。それは考えること自体を楽しんで、友達と一緒に考えを共有するという時間が持てるからです。私たち教師も子どもたちと一緒に考えることを楽しみながら授業をするということを大切にしています。2年生は韓国の和人小学校と交流がありますし、3、4年生では関西大学の国際部などに協力していただいて、現地の学校であるとかその国の人に方に来ていただくとかしながら、その交流を通して自分たちの意見を練り上げていくっていうことを目指しています。 5、6年生では世界を視野に入れて、何ができるか、自分たち小学生の立場でできるかっていうことを挑戦したいと思っています。本校での ICT 機器の位置づけは、それ自体を使うことが目的なのではなく、問題解決のために必要な道具であるということです。あって当たり前、使って当たり前のもの、つまり教科書やノート、鉛筆のような存在であるということです。毎日ライブラリーに通って本を借りています。ですから、子どもたちにとってはとっても大切な場所で、学校生活の一部になっていると思います。何かわからないことがあってもすぐにライブラリーに調べに行っています。Well, here we like to use a variety of activities, games, puzzles, songs, things that incorporate pretty much the four basic learning skills, right? Listening, speaking, reading, and writing. And of course, by tying them all together, students are able to not only enjoy English, but use it as a tool and a way to learn more about the world.解説文を読んで、最終的に自分たちで解説文を書きます。なのでこの解説文に書かれている評価をする言葉を自分たちで見つけて、さらにそれを自分たちで使えるようになるっていうところが今日の授業のポイントです。今日は句句表をパズルにして句句を楽しく学ぶところがポイントです。しかも高い学力をつけるために12の段までの句句表をパズルにしています。子どもたちは楽しみながら学びに向かう力を高めています。初等部では行動、学びを深め志高くを校訓としています。これからの時代をより積極的に生きていくためには、知識や技術だけではなく自ら考え主体的に行動していくことが必要です。毎日の生活の中で実践できるように、教職員一丸となって取り組みます。初等部で学んだ子どもたちは、中等部、高等部に進学しても、教科等の学習はもちろん、学校生活のさまざまな場面で課題に出会ったときに、自分なりに考え、判断し、それをしっかりと発信することができます。また友達と学び合い、高め合っていく力も伸ばしていくことができます。このミューズキャンパスで12年間学んだ子どもたちが世界に羽ばたいていくことができるよう、私たちは全力を尽くしてまいります。シンキングツールというものを用いて自分の考えを整理したり、また事実と根拠をその自分の考えと論理立てて整理するその技を教えていただいて、今もその部活のミーティングとかでそのシンキングツールを使って話したり、あとその発表の場とかでも自分の意見を、自分の考えを人に伝えるときにとても役立っています。
関西大学初等部校長の永戸元井です。関西大学初等部では考える子を育てます。初等部では開校以来思考力育成を柱にして教育を進めてまいりました。考え方を考えるミューズ学習で子どもたちは思考スキルを習得します。そして習得した思考スキルを各教科等で活用することでどんどん思考力を高めていきます。私たち教員は子どもたちが生き生きと授業に取り組んでいく姿を大切にしています。ぜひ初等部にお越しいただいて子どもたちが頑張っている姿をご覧になっていただけたらと思います。お待ちしております。世界を開け関西大学初等部歴史を刻め。